すごいメンツ、岡田純一とも、稽古の柔道、村尾三四郎にも、疑惑の判定、ネット、五神ピック大荒れ展開。現地時間7月31日、パリ五輪柔道男子90キロ級の決勝が行われ、日本代表の村尾三四郎選手、23、は、ジョージア代表で東京五輪金メダリストのラシャベカウリ選手、24に敗北。惜しくも銀メダルとなった。 村尾選手は、その名前から令和の三四郎と称されているトップ選手で、パリ五輪に先駆けて2022年のグランドスラムパリでの優勝経験もあります。今年6月には、俳優の岡田純一さん、43と玉木博さん、44、昨年9月1日にアメリカ・ラスベガスで行われた柔術の世界大会、ワールドマスター柔術選手権2023、 に挑戦したほどの芸能界屈指の柔術コンビともトレーニングを行ってもいて、一般層にも名が知られている一流柔道選手ですよね、ワイドショー関係者。岡田は6月2日、自身の X、旧ツイッターを更新。柔道のレジェンド現役オリンピック代表選手と練習。クラスがざわついた、と綴りたまき。 今年5月の世界選手権大会で銀メダルを獲得した石原樹選手23日本選手団の副団長でもあるレジェンドの井上康成氏46そして村尾選手と5人で撮った写真を投稿していたそこからおよそ2ヶ月惜しくもパリ五輪での金メダルは逃してしまった村尾選手だったがこの決勝について X で 疑惑の判定というワードがトレンド入りし、現地でもブーイングが飛ぶなど、荒れに荒れている。村尾選手が戦った決勝戦での審判の判定がおかしいと世界的に問題になっています。決勝戦で村尾選手は、残り1分を切ってから内股を仕掛けて技ありを奪ったかに見えましたが、これが認められなかった。お互いが技ありのポイントを持った状態だったので、 決まっていれば合わせ技一本で村尾選手が勝利していたはずだった。明らかに決まったと見えたのにポイントが認められなかったことで、審判に批判の上が殺到しています。全土最終的に村尾選手は、小飼いを墨返しで返されて合わせ技一本負けとなったが、この結果に SNS は物議沸騰。村尾の内股が決まっているのに判定下さず、 ビデオ判定すらないあの目の肥えたフランスの観客席からのブーイングがその証拠。最後のベカウリ選手の返しで技はいろんない。でも、ムラオの内股は完全に決まってたやろ。誤神やばいって、ある程度の悲劇や誤神はあるからグダグダ言うことないけど、あれはあまりにもひどすぎる。といった声が多く寄せられているのだ。パリゴリンでは、 村尾選手の決勝戦に限らず不自然なジャッジが相次いでいることから、ネット上は誤神ピックというワードが浮上。今回のオリンピック、誤審とか疑惑の判定多いよねこれじゃオリンピックじゃなくて誤神ピックだわ。誤神じゃないと思う悪意を持ってやってるんだと思う。また誤神。この日のために全てを捧げてきた選手の努力を何だと思ってんだよ。 バカにしてる。といった辛辣な意見も多く寄せられる展開になっている。柔道での疑惑の判定は7月27日、男子60キロ級の長山隆樹選手、28がスペインのフランシスコ・ガリゴス選手、29との試合でもありましたよね。長山選手は審判の待てがかかった後も締め続けられて失神。それで一本負けとなりましたが、 ガリゴス選手が待ての後も締め続けたことに審判は一切反応しなかった。審判が止めた後も締め続けるという非常に危険な行為だったこともあって大荒れとなりました。30日に長山選手はガリゴス選手が直接謝罪に来たことを X で報告しましたが、